行こうよ、忍。アランの死を無駄にできないよう、奴らをどこにも逃がしちゃいけない。ああ、もちろんだ。もちろんだぜ、サラ。もう一度言ってみるがいい、ルーナ。月前線基地は完全にシャピロ、あなたの計算違いだったわ。もう少しヘルマット将軍の力を信頼して連携を取っていれば。いいでしょう、シャピロ。あなたには参謀は不要ね。ちょうどあなたが愛を必要としないように。つまりはシャピロ、あなたには誰も必要ない、そういうことね。女よな、ルーナ。感情の先に強引に相手の考えを引き出そうとする。この私にそれ以上の口出しは許さん。シャピロ様、火星から我々に通信が送られております。何？確かに我々の信号ですが。火星に我々の部隊がいるはずないわ。すぐに回線をつなげ。はっ。ギルドローム将軍。まるで幽霊でも見たような顔だな、シャピロ。どうして火星。月を追われたお前たちを迎えに来てやったのよ。なんだと。何、シャピロに援軍を。はっ。月基地全滅はもはや避けられぬ事態。勢いをつけた地球人どもはこのゾルバド星にもやがて攻め込むことでありましょう。その前に何としても。ギルドローム将軍。はっ。お前、シャピロのためにこの地に呼び戻されてしまったのを忘れたわけではあるまいな。そのシャピロに恨みこそあれ。無下帝王様、ギルドローム、この非常時にそんな些細なことを気に留めておく男ではございません。すべてはゾルバドス星の繁栄のために。帝王様、どうかお許しを。シャピロへの恨みを捨てたとな。まあよいわ。それではやってみるがよい。ただし、すべてはゾルバドス星繁栄のために。
このことを忘れるでないぞ。ははさあシャピロ、方向を火星に向けるんだ、それともその勢力で追手を迎え撃てるとでも言うのか。ならばそれを見せてもらうのも悪くはないがな。いよいよだよ、いよいよ。やだベッキー、私の靴返して。こら、そう、私のなくしちゃったもの取り返しに行かなくちゃ。ハーモニーな見つめられていたい、ハーモニーな叶うならば、心だけが欲しいのに。私の方こそごめん。お姉ちゃん、サラ、さあ行こうよシノブ。アランの死を無駄にできないよ。奴らをどこにも逃がしちゃいけない。お前にとっても決着の時が近づいてきてるってわけだ。そうだよなサラ。お呼び、ギルドローム将軍。久しぶりだな、ルーナ。シャピロはこの火星部隊をお気に入りかね。さあね、すべてが自分の意のままにことが運んでこそ満足する男よ。なるほど、ならばどうだ、部隊をそっくり奴にくれてやると言ったら。え、どういうこと。その様子ではルーナ、お前も奴のあのギラギラとした態度には嫌気がさしているようだな。違うかな。所詮シャピロは地球人、ゾルバドス星は我々ゾルバドス星人が守る。それがこの宇宙の法則というものよ。それに従わぬ者はそれなりの制裁を受ける。ギルドローム将軍、あなたは一体何をしようとしているの。シャピロ様、重戦機体です。火星圏内に入りました。よし、スクランブル体制に入っている部隊は。はっ、全7部隊のうち3部隊がすでに出撃させろ。はっ。ギルドローム将軍、シャピロ様の指示でスクランブルをかけました。構わんさせておけ。ただし持ち駒を大切にすることだ。火星からスクランブルだって。見ろ、さっき尻尾を切られて逃げてった連中がやる気満々だぜ。ちくしょう、いつの間に。おそらく我々が月基地を攻撃したと同時ぐらいに部隊を起こしたのだろうな。奴らも必死だよ。上等だぜ、叩き潰してやる。
シャピロ様、第一次迎撃部隊は突破されました。重戦機体はこちらに向かっているそうであります。応援を求めております。よし、地上部隊を残し全ての部隊を出撃させる。これはどういうことだ。部隊長、部隊長、出撃は全てこの管制塔から行われる。勝手な行動はギルドラム将軍、勝手な行動に散々迷惑を被ったのはこっちだがな、シャピロ。ギルドローム、何をするつもりだ。切れる男にしちゃ察しが悪いな。我々はひとまず先にゾルバド星に帰らせていただく。そんな、部隊を引き連れて行かれたら。せいぜい手柄話を期待してるわ、シャピロ。有能な男は二度過ちを犯さない。ならばきっと、この火星で敵を食い止めてくれることでしょうからね。ルーナ、お前もか。地球の有名な芝居に出てくるセリフだったかしら。シャピロ、神を気取ったあなたにそのセリフは言えないはずよ。幸運を祈るぞ、シャピロ。シャピロ様、第1次迎撃隊連絡不能、全滅の模様。重戦機体捕捉、本体へ接近。シャピロ様、おのれ、本ちゃん前哨戦だ。俺、ダンクーガの威力を見せつけとく手だぜ。当然、ここまで来て出し惜しみしてらんないよ。そういうことな、サラ。よし、やろうぜ、サラ。大した衝撃度じゃないが、合体部分に標的を合わせてきやがる。どっちみち長いは禁物ってとこだな。わずかな駒に指図しても仕方あるまい。しかし、それでは指令が。シャピロ様、話せ。お前が代わってやるがいい。この程度の部隊、誰が指揮を取ったところで同じことよ。
シャピロ様。クソ、うるせえんだよ。あれは。シャピロ。なんだと。どうだい。間違いないよ。さっきからガンドールの上でひょいひょい動き回ってるやつ。あの右肩小刻みに震わせてるやつ。そうか。そういや、やつに飛行訓練を受けてた時、やつが機嫌が悪いか興奮してる時には決まってあんな風に。あれがあいつの癖なんだよ。同じところばかり集中的にいられたらたまんないよ。分離だよ、忍。手追いの狼が来たよ。体当たりされたところで弾空ガンが倒れるわけじゃねえが、ここで傷つけるわけにもいかねえぞ、忍。ああ、やつなら何をしでかすかわからねえからな。相手はこの私だよ。きっちりと肩をつけてやる。サラ、忍。まずはこいつらからだ。それにもし俺がサラだったら、やつだけは自分の手で倒したいって思うだろうしな。ずいぶんやかましいところに逃げ込んだようよ。妙に妨害でたむろしてるみたいで、あんたの声が聞こえてもどこで牙を向いてるのか見当がつかず。どうだどうだ。ハーモニーが見つめられていたい。ハーモニーが叶う。やめろ、やめろ、やめてください。私たち思い出したくない歌だよ。ただね、こんなところにあんたと二人だけでいると、あの時のことを思い出しちゃうよ。あの時、私のために作った曲だとか言ってたけど。お前と私とを結ぶ赤い糸は、すでに断ち切られているのだ。お前はこの手で、このやかましい洞窟で死ぬことになる。さらさら、死ぬ前に教えてやろう。この私があの曲を作った時のことを。知りたいね。ただ私が死ぬか生きるかこの私に選ばせてもらうけどね。あの洞窟は偶然見つけた場所だった。その穴からいろいろな音色を持った宇宙音が
この私に呼びかけてきた。ここは宇宙に通ずる道、そしてこの調べは宇宙の平和のハーモニーなのだと。私はその音の一つ一つを拾い集めるようにしてあの曲を作った。それはきっと宇宙の神がこの私を選んで作らせた、そうに違いないと私は思った。だがある時、その美しいハーモニーが突然狂い出した。それはゾルバドス星人が地球を侵略するために動き出した。宇宙の平和のハーモニーは大きく狂った。その時、私を選んだ宇宙の神が私に言った。もはや平和のハーモニーは破壊されず、この上はシャジ、お前が神となってこの宇宙を取り押さえよと。それで地球を捨ててゾルバドスに着いたって言うんだね。地球の敗北は戦う前から見えていた。戦闘においてゾルバドスの科学力は地球の比ではない。で、ダンクーガが出てきたんで一つ計算が狂ったって言うのかい。いや、計算が何一つ狂ってはいない。なぜなら今私がお前を倒す、そうなれば合体してダンクーガになることはできないからな。そんなことさせるもんか。サラ、真っ赤な火星の荒野でシャピロとの戦いは続く。俺は傷ついたサラの心が心配だ。次回、鳥獣鬼神ダンクーガ暗黒の終焉、やってやるぜ。